1968年のカンダカルチェラ担当層でのゲバボートヘルメット、防塵マスクで武装した全学連の学生ら。ゲバルトボートは主として左翼活動家が用いる角材や、それに類似する棒状の武器。ゲバボート略されることも多い。ドイツ語のゲバルトが語源とされ、1967年3月の全輪学生会館事件当時、民生ゲバルト部隊が持っていた。 本棒、竹竿が権力との闘争において最初に使用された下馬棒であると言われている。同年の第一次羽田闘争で、ゲバルト棒という武装闘争の予想行動様式は確立した。また、角材を武器として意図的に用いたのは1961年の丸学堂で全学連第17回大学における鶴や連合との内ゲバが最初で、当時は、 格材の使用を指示した、丸学童の清水武雄のペンネームから、岡田式暴力的衝突を含めた、党派闘争と呼ばれた。基本的に、下馬棒は、左翼団体の実力行使時に武器として使用される。その際、特に決められた、素材、色柄、形状である必要はないとされる。暴力行為を伴いかねない過激な左翼集会に、参加中の人が装備している棒状の物体は、 すべて下馬棒である。下馬棒はごく一般的な建材として使われる、角材をほぼ無加工で用いるのが通常であり、安い下馬棒だと一撃で破損するほど脆い。また、下馬棒は支援団体などから個人に対して支給されることも多く、金回りの良い団体だと、鉄パイプやバットなど殺傷能力の高いものが渡されるケースもあるという。特に、日本の学生運動などでは、 安全ヘルメット、粉塵マスクと並んで、左翼デモを象徴する存在である。立花隆中核 VS 核丸講談社文庫、1983年。ありがとうございます。